江戸時代に大流行した湯名風呂の実態とは。こんにちは、なでしこです。今回は湯名風呂についてご紹介していきます。湯屋で働く湯名は、江戸時代初期銭湯で赤すりや紙すきのサービスを提供した女性のことです。当初は赤すりや紙すきのサービスだけでしたが、次第に飲食や音楽に加え売春をするようになっていきました。江戸の人口は男3人に女1人という割合で、男性比率の非常に高い町でした。そのため男性の性欲を鎮めるための場所がいくつも存在したのです。その一つが湯名風呂でした。その人気は吉原遊郭以上のものだったとか。今回はそんな湯名風呂の実態についてご紹介していきたいと思います。湯名の始まり。湯名とは温泉場や風呂屋にいて入浴客の世話をした女性のことです。もともと江戸時代の銭湯には湯名を置くようになる前には三助という男性がいました。三助とは風呂炊きや義足版、または女湯、男湯などで背中を流していた人物です。それが江戸時代の中期になると、有馬温泉などで女性がそのサービスを行うようになります。有馬温泉が湯名の発祥で、接待入浴はここから全国へと普及しました。これが湯名の始まりです。有馬温泉で始まった湯名のサービスが銭湯へと取り入れられ、湯名を置くようになった銭湯は大繁盛するようになっていきました。少し時代は遡り、鎌倉時代は蒸し風呂式の黒い部屋の中で蒸気を浴びる入浴方法が主流で、室町時代には京都を中心に湯名を抱えてのお客の入浴接待が盛んに行われました。そして1591年に江戸における最初の銭湯の開業が確認されています。江戸の銭湯はにぎわい、徐々に付随した各種サービスも提供されるようになっていったのです。銭湯の価格は20文ほどで、現代の金額で換算すると約640円程度です。そんな銭湯は身分関係なく裸の付き合いができる庶民の憩いの場所でした。湯名は一つの銭湯に20人から30人ほどおり、お客が風呂に入ると背中を流し髪を洗い、湯から上がるとお茶などを持ってきてお客の話し相手をするというものです。風呂から上がった男性客は別料金を払い、2階の座敷に上がって休憩もできました。座敷には碁や将棋が置かれ、湯名は茶菓子の接待や酒館を取り持ちます。そして中には銭湯の営業を終えた後、板の間や2階を宴席として、湯名たちが美しい衣装に着替え、三味線を弾き小唄を提供するようになっていきました。2階を利用する男性客は湯屋にとって常客であり、散財させて収益を上げました。そんな湯名風呂は商家の旦那衆や若者たちの間で大評判になります。湯名たちが三味線や小唄でお客を集めたのは、自分の人気を高めるためでもありました。そして湯名たちは自分の人気をさらに高めるために、サービスがだんだんと過激になっていき、体を売る湯名が現れ始めるのです。湯名は師匠でありながら、吉原と同じく堂々と店を張って営業し、完成の頃は元吉原と相対する勢力でした。湯名を買うには、湯名風呂の主なお客は武士、商家の旦那衆、若者たちです。行為を行う場所は風呂屋の2階や別室、お客の宿泊先に出向くこともありました。もちろん銭湯とは別料金がかかります。湯名の表向きの仕事は赤すりでしたが、この後どう?と男性客からお声がかかると、後で宿泊先などに出向き性行為をしました。当時江戸の各地に林立していた女郎屋はせいぜい掘ったて小屋で、遊女たちは汗臭い労働者を相手にしていました。一方で湯名は本格的な建物の湯屋でお客の相手をします。さらにお客は蒸し風呂で赤を落とした後なので、体も清潔な状態ですし、きちんと髪も結っていました。湯名が吉原を衰退させる。銭湯なので湯名は赤すりや髪すきなどのサービスを行っていたのですが、銭湯のお客を増やすためにだんだんとサービスが過激になっていき、遊女商売をするようになりました。そのことで幕府は風紀上問題視するようになります。なぜならその頃の遊女商売は吉原だけに許されたものでした。湯名によっての遊女商売は吉原にとってみれば営業妨害だったのです。一時期は湯名を揃えている銭湯にお客を取られ、吉原は衰退を余儀なくされました。あまりの人気ぶりに吉原の交渉が古屋に出稼ぎに出ることもあったといいます。そんな中ですから、丹前の勝山、桔梗風呂の吉野、紀伊国風呂の一野など遊女に引けを取らない名声を得た遊女も少なくなかったようです。湯名風呂禁止令。吉原が一時期衰退したことで、湯屋が湯名を雇って遊女商売をしていたことは幕府により風紀上問題視されます。そのため幕府は交渉の保護のため、
湯名風呂の禁止令を定期的に発令し、幕府は銭湯などで湯名のサービスを禁止します。銭湯には数多くの湯名がいたところを3人までと限定し、その後湯名を置くこと自体が禁止となりました。これらは吉原からの要請で町奉行所が動いたようです。しかし湯名の人数を限定し取り締まりを強化しても、その需要の大きさから法令の効果はあまり見られませんでした。そのため幕府は個々の湯屋に対し営業停止を命じる厳しい処置を取ります。明暦の大火事直後に発した営業停止令では、湯名を抱える200軒もの湯屋が打ち壊されました。幕府は吉原からの要請もあって湯名を抱える湯屋の取り締まりを強化したものの、湯名の活動を完全に封じ込めることはできませんでした。そんな大人気を博した湯名が下火になっていったのは、1703年に起きた元禄の大震災がきっかけとなったようです。その大震災では江戸市中の町屋などが倒壊の被害に遭いました。もちろん銭湯なども例外ではありません。幕府は湯名風呂を徹底的に取り締まり、湯名たち約600人を強制的に吉原へ送りました。その結果、これまでのような表向きの湯名や湯名風呂の存在は鳴りを潜めましたが、幕府の目を盗む形で売春は継続され、健全な銭湯として営業をする反面、売春を行う湯名が常駐していたといいます。トップ遊女の勝山。吉原に勝山という源氏名の遊女がいました。その勝山はもともと丹前風呂と呼ばれる風呂屋で湯名をしていたのです。湯名をしていた頃の勝山は派手ないでたちで評判になり、とても人気がありました。その人気から丹前の湯はその頃皆のぼせと川柳に読まれたほどです。またこの辺りに集まる男たちの風俗を称して丹前風と呼び、歌舞伎にまで取り上げられました。髪は自分で考案した上品な勝山曲げにしたり、腰には木刀の大小を刺して島の派手な綿入りを着て外八文字で町を闊歩する姿が注目を集めました。外八文字とは、足を内側から外側に大きく開いて歩く様子です。江戸の若い女性たちはこぞって勝山のファッションを真似たといいます。品があって洗礼されている容姿と武家風の好みから、勝山は落ちぶれた武家の娘であったという説もありますが、湯名になる前の経歴は分かっていません。しかし湯名の遊女商売を禁止していた幕府によって捕らえられ、勝山は吉原に送られ遊女となりました。師匠で働いていた女性たちの一部は逮捕された後に吉原に身柄を移され、遊女となる刑罰に処されます。もともと人気のあった彼女は吉原で最高位の太陽にまで上り詰めることになるのです。彼女の贔屓客によって吉原に登楼してくる諸大名の家臣や豪商によって諸藩に知られる存在となりました。そのことによってますます勝山の人気に拍車がかかり、勝山が考案したヘアスタイルなどは武家の奥方までもが真似するようになったといいます。ヘアスタイルの他にもファッションリーダーとしての存在も発揮します。勝山草履や勝山丹前なども若者の間で大流行しました。そんな大人気を誇った勝山ですが、恋愛には無関心で誰にもなびかなかったといいます。女性であることを武器にしながらも男性に媚びない生き方を貫きました。男性に頼らずとも生きていける女性になることが勝山の夢だったのです。その証拠に勝山は身請けをされず、年季が明けた後は遊女からすっぱり足を洗い、行方をくらませたといいます。千と千尋の神隠しの裏テーマにもなっていた。余談にはなりますが、スタジオジブリの千と千尋の神隠しの裏テーマが実は湯名だと言われています。千尋が働くことになったのは温泉宿です。その仕事は温泉宿の掃除や食事、入浴の世話をする接待業務でした。映画のワンシーンでは入浴中のお客に背中を流す場面もあります。湯屋の周りには様々な飲食店が立ち並び、湯屋の内装も派手で遊郭を思わせるような雰囲気です。千と千尋の神隠しに出てくる神様が全て男だったことからも、湯名が裏テーマだったからということではないでしょうか。ということで今回は江戸時代に大流行していた湯名風呂についてご紹介しました。遊郭とは違い、気軽に楽しめる湯名風呂は男性たちの心をわしづかみにしていたようです。吉原を衰退させるほどの勢力を持った湯名たちは、幕府によって厳しく取り締まりを受けるものの、その需要の大きさから大盛況を誇りました。遊郭にはお客に対しても厳しいしきたりがあり、一晩でかかる金額も相当なものでした。やはり人々にとって湯名のような手頃さが愛されたのかもしれません。このチャンネルでは教科書には載っていない歴史についてご紹介しています。少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録、コメント欄で応援いただけると嬉しいです。
それではこの辺で、次回のなでしこの歴史の時間にお会いしましょう。